街頭インタビュー。はい、皆さん、どうやらこちらの治安官さんも我々のインタビューに興味を持ってくれたようですよ。ズバリ、あなたは幸せですか？屍ですか？いやいや、自分はピンピンして。あ緊張されてますね。な、いけ。どうやらよく聞き取れなかっただけのようです。住民一人一人が心安らかに暮らす新エリートの感じて。お兄さんたらご冗談を。はい、ですが去年の第二四半期あたりからは。そうですね。そういうことでもありません。治安官の視点から言わせてもらいますが、ここヤヌスクにおける3ヶ月ごとの平均検挙率は 1% から 2% ほど上昇していますよね。そうなんですよ。検挙率は地域の治安を分かりやすく可視化してくれますからね。検挙率の上昇は受理した件数の明らかな減少に起因しています。報道は認知件数の減少と検挙率の向上にばかり着目しますが、まだ話の途中です。マイクを返してください。ちょ、カメラ止めて。治安官さん、一体どういうつもり？好みの顔だし、治安客に義理も売れるしで一石二鳥だと思ったのに。いや、待った、なんでそうなる？それより質問に答えてる途中だけど、もういいのか？きっと私とあなた、どっちかの頭がおかしいのね。どういうことだ？もう我慢できない。ああ、変だよな。それにあの人の首が飛ぶだなんだってのも謎だ。そりゃ治安局内部のデータなんてお茶の間に流しちゃったらいろんなとこに影響がありそうだし。影響か、あいつが言いそうなことだけど、ひたすら向こうの思う通りにだけしてたらそれはもうただのやらせだろう。セスが悪いわけじゃないよ。どうかな、そういうのも悪いことばかりじゃないかもよ。まっすぐ、普段話が通じないってよく言われる俺が、もちろん俺だって自分が間違ってるとは思ってないけどな。けどそれをわざわざ言葉にしてくれた店長には感謝してる。なになに、どうしたの？急に改まっちゃって。友達でしょ私たち。友達？え、私ずっとそのつもりだったのに。もちろん無理にとは言わないけどね。いやじゃない。友達か。じゃあな店長、また六分街に会いに来るよ。報告があるから一旦治安局に戻らないと。また
あなた様のために、あなた様のために。